ハンプシャー、略称、ハンツは、イギリスのイングランド南岸にある行政区域で、ハンプシャー州とも呼ばれる。西から時計回りに、ドーセット州、ウィルトシャー、バークシャー、サリー、ウェストサセックスに接している。面積は1455平方マイルで、東西約55マイル、南北40マイルの幅がある。州都はにあるウィンチェスターである。2001年の国勢調査によると、公式の区域には124万人が、行政上は独立しているポーツマスとサウサンプトンを含めた、形式上の州には、全部で160万人がいる。海辺のリゾート地、ポーツマスの軍港、ビューリーの自動車博物館などの観光名所があるため、休日の行楽地として人気がある地方である。ニューフォレスト国立公園は、南ダウンズの広大な地域として、国立公園になる予定の州境にある。ハンプシャーは、イギリス海軍と古くから関係があるほか、イングランドの主要校のうち2つが州内にある。作家ジェーン・オースティーンやチャールズ・ディケンズの住まいがあることでも知られる。ハンプシャーの地形は2種類に分かれる。南部は海岸沿いにハンプシャー湾があり、パーベック島とドーセット、ワイト島により、海の浸食を防いでいる無人の獅子によと、全身魚の土砂の割合が相対的高い地域である。こうした低く平らな土地は、ニューフォレストを形成する広大な地域のヒースと森林地帯を支えている。ニューフォレストは多様な野生生物の主役であるヒース、大草原、針葉樹林、広葉樹林が入り混じっている。森林は景観と野生生物を守るために開発と農業利用が制限される国立公園として守られている。ニューフォレストの広大な地域は一般の利用が可能で家畜の牛、豚、馬、数種類の野生の鹿などの牧草地によって牧草地の極層を保っている。脆い岩と低地に流れ込む潮位の変化による浸食は、数カ所の大きな河口とリアス式海岸を形成し、特に12マイルにわたって、サウサンプトンウォーター、水道と大きく入り組んだ、ポーマス港を作り上げている。ワイト島は、無人の岩礁がソ連島を作りながら浸食してきた、ハンプシャー沿岸にある。ハンプシャーの北部と中部は、干渉地帯側、ソールベリ平地と、南ダウンズの南イングランド白亜構造になっている。こうしたところは、南部とは粘土層で境界をなす急傾斜地のある高い丘陵地になっている。丘陵地は、北はテームズ渓谷の急峻地、南はなだらかな傾斜になっている。ハンプシャーの最高地点は、高度286メートル、938フィートのパイロットヒルである。低地は野生の花と昆虫にとって、重要な石灰質の牧草地になっている。かつてハンプシャーはほとんど農業に適していない土地だったが、20世紀前半に食料需要が増えたことで低地の農地開発が行われた。広大な低地は、現在、東ハンプシャーの自然の美しさが結出した区域により、農業被害の拡大を防いでいる。イッチェン川とテスト川は、白亜岩から流れ出る森林渓谷を通って、サウサンプトンウォーターに流れ込むマスの生息する川である。低地の渓谷にはセルボーンが横たわり、渓谷を取り巻く田園地帯は自然史におけるギルバート・ホワイトの先駆的観測地であった。ハンプシャーは英国諸島のほとんどの地域よりも温暖で、島の南端で海の影響を安定させているが、大西洋沿岸のさらに厳しい気候からは守っている。イギリスの都市平均気温が摂氏12度から12度なのに対し、ハンプシャーの都市平均気温はこれより高く、年平均降雨量は741から1060ミリメートル、年間の平均日射量は1541時間を超えている。南ダウンズの白亜低地とソールズベリー平野の南縁は新石器時代に開拓され、当時の開拓者は球状の堡塁を作り、ハンプシャーの渓谷を農地にしたかもしれない。ハンプシャーは、ケルト族がグウェントやワイウェントと名付けた地域にあり、サマーセットとウィルトシャーを含んでいる。ローマの支配を受けた時代、ハンプシャーは侵略軍に最初に攻め落とされ一つである。ハンプシャーは、サクソン族が支配するまで、ジュート族に占領された。ハンプシャーは755年に作られた、記録のあるサクソン族の国の一つだが、ドーセットとサマセットは、ブリトン族に撃退されたので、2世紀にわたって、サクソン族の支配が及ぶ、西の端であった。西ハンプシャーに侵攻したサクソン族が、ウェセックス王国の中心になってから、沢のサクソン王がウィンチェスターに埋葬された。ウィンチェスターの銅像は、9世紀にこの地域を安定させたアルフレッド大王を称えている。ノルマン人征服期以降は狩猟の森として、ニューフォレストを作ったノルマン王お気に入りの場所であった。44の村落に分かれていたとドゥームズデイブックに記録されている。12世紀から港が重要になってゆき、大陸との貿易で栄え、毛織物、布、漁業、造船業が起こった。数世紀以上城と城塞の数々がサウサンプトンとポーツマスの港を守るために、ソ連との海岸沿いに作られた。ポーツマス港を見渡せるノルマン式のポーチェスター城があり、ソ連との河口の差に位置するハースト城とサウサンプトンウォーターの河口の差にあるキャルショット城、ネットレイ城など城塞の数々がヘンリー・パシセイにより建設された。サウサンプトンとポーツマスは深いところでもコンバインシェルターが使える数少ない場所であるためにプールとブリストルのような競争相手が衰退しても今も重要な港になっている。サウサンプトンはメイフラワー号やタイタニック号などの有名な船が多く母港とした港で、後者はハンプシャーっ子がたくさん乗り組んでいた。ハンプシャーは第二次世界大戦でポーツマスが軍港、オルダーショットが陸軍基地、サウサンプトンウォーターがネットレイ軍病院としてソールズベリー平野とパーベックの訓練区域に近いと合わせて重要な役割を演じた。スピットファイアなどの空軍機を設計、製造したスーパーマリンはサウサンプトンに拠点を置いていたため、同市は厳しい都市爆撃にさらされた。今もポーツマスはイギリス海軍、オルダーショットはイギリス陸軍、ファーンポロはイギリス空軍のそれぞれ主要な基地の一つになっている。ハンプシャーはかつてサウサンプトンシャーと呼ばれ、ビクトリア朝の地図にはそのように載っている。この名称は、正式には1959年4月1日に、カウンティ、サウサンプトンから、カウンティ、ハンプシャーに変更された。郵便の宛名にはよく省略した、ハンツが使われている。ワイト島は、古くから一定の目的で、ハンプシャーの一部として扱われてきたが、行政機構は1世紀以上独立した形になっていて、1890年に、独自の州評議会が作られている。ワイト島は1974年に完全な形式上の州になった。警察と保健行政以外は、ワイト島とハンプシャーには公式には行政上の関係はないが、多くの機関が依然としてハンプシャーとワイト島で連携している。ボーンマスとクライストチャーチの町も古くからのハンプシャーの町だが、1974年の地方制度改革でドーセットに移った。ハンプシャーは比較的豊かな州で、域内総生産は229億ポンド、サウサンプトンとポーツマスを除くと163億ポンドである。この数値はイングランドで6番目の規模で、北アイルランドと同規模で、それぞれ全体としてイギリス経済の 2% を占めている。ポーツマスとウィンチェスターは、州で最も高い労働人口密度で、従って都市部に通勤する人の割合が高い。サウサンプトンは仕事の数が最も多く、市内外から通勤する人が多い。ハンプシャーは失業率が全国平均より低く、全国平均が 3.9% の年に 1.9%、2005年3月現在 1.1% に低下している。全国平均が 42% なのに対して 39% が大企業で働いている。ハンプシャーは工場部門を除いてハイテク産業で働く割合が全国平均より高い。人口の 25.21% が公営企業で働いている。ハンプシャーの農村部の多くが伝統的に農業に頼っているが、周辺のほとんどの州より農業の割合は低く、ほとんど酪農に集中している。雇用との関係では、農業は20世紀前半から重要度は減ってきていて、現在農業に従事しているのは人口の 1.32% である。ハンプシャーは長らくイノシシとベーコンの原料になる、皮下動物のハンプシャー豚と関係がある。ニューフォレスト区域は国立公園で、ここでは観光が1992年に750万人が訪れる重要な経済になっている。南ダウンズとサウサンプトンとウィンチェスターの都市も観光客を呼び込んでいる。サウサンプトンボートショーは1年で最大の催し物の一つで、ハンプシャー全域から人々が訪れている。2003年は全部で日帰りの観光客が100万人、長期滞在が200万人いた。サウサンプトンとポーツマスの都市はどちらも重要な港湾都市で、サウサンプトンはコンテナ貨物輸送の割合が高く、ポーツマスは海軍基地がある。ドックは大量の雇用を生み出してきたが、再び機械化で経済の多様化に直面している。2001年の国勢調査によると、サウサンプトンとポーツマスを含む州の人口は164万4249人、含まない人口は124万103人で、21万7445人がサウサンプトンに住み、18万6701人がポーツマスの人口である。両市を含まない人口は、1991年の統計より 5.6% 増え、ポーツマスに変動がないのに対してサウサンプトンは 6.2% 増となっていて、全体としてイングランドとウェールズの増加率 2.6% に匹敵する伸びである。イーストレーとウィンチェスターはそれぞれ最速の 9% の増加率である。年齢構成は全国平均と類似している。住民の 96.73% はハンプシャー生まれだが、サウサンプトンは 92.34% に低下している。主だった少数民族はアジア系が 1.34%、混血が 0.84% となっている。0.75% が外国からの移民である。73.86% がキリスト教、16.86% は特定の宗教がない。キリスト教以外では、イスラム教 0.76% とヒンドゥー教 0.33% が主な宗教である。ハンプシャーは17の選挙区に分かれている。10選挙区が保守党議員、4選挙区が自由民主党議員、3選挙区が労働党議員が選ばれている。労働党はサウサンプトン選挙区、テストとイッチェンとポーツマス北選挙区などの大都市から選ばれている。保守党はほとんどが農村部の選挙区、オールダーショット選挙区、ニューフォレスト西選挙区、ニューフォレスト東選挙区、ハンプシャー東北選挙区、ハンプシャー東選挙区、ハバント選挙区、ゴスポート選挙区、フェアハム選挙区から選ばれている。自由民主党はウィンチェスター選挙区、ロムジー選挙区、ポーツマス南選挙区、イーストレイ選挙区から選ばれ、いずれも町の周辺に地盤がある。2005年、ハンプシャー評議会選挙で保守党が 43.69%、自由民主党が 36.01%、労働党が 16.08% を獲得した。したがって、46議席が保守党、28議席が自由民主党、4議席が労働党に割り振られた。サウサンプトン市評議会は州から完全に独立しているが、18議席が自由民主党、15議席が労働党、15議席が保守党に割り振られている。ポーツマス市評議会は同様に独立しているが、20議席が自由民主党、18議席が保守党、7議席が労働党、1議席が無所属となっている。ハンプシャーの州都はかつて古代ウェセックス王国の都だったウィンチェスターである。サウサンプトンとポーツマスの港湾都市は、1977年に独立した独自の行政機構として分かれたが、依然形式上はハンプシャーに含まれている。フェアハム、ゴスポート、ハバントは、この2つの大都市に挟まれた海岸に沿って伸びる広域都市圏にあって発展してきた。サウサンプトン大学とサウサンプトンソレント大学、旧サウスハンプトン専門学校のあるサウサンプトン、ポーツマス大学のポーツマス、ウィンチェスター大学、旧ウィンチェスター大学学寮部、アルフレッド王大学のウィンチェスターの3市はすべて大学都市である。ハンプシャーはロンドン周辺の開発制限区域の外側にあるが、首都と結ぶ鉄道と自動車道に恵まれ、南東部は共通して1960年代から宅地開発が進んでいる。北部のベージングストークは、州都から企業と金融の中心部が広がってきている。オーダーショット、ポーツマス、ファーンボローは、それぞれ陸軍、海軍、空軍と強い結びつきのある都市である。ハンプシャーには、アンドーバー、ビショップスウルサム、リミングトン、ピータースフィールド、リングウッド、ロムゼー、ホイットチャーチという市場町もある。人口別の都市名、2004年現在。ハンプシャーは豚とイノシシと長い付き合いがあり、18世紀からハンプシャーっ子はハンプシャーの豚として知られている。ハンプシャーは文学と関連があり、ジェーン・オースティン、チャールズ・ディケンズ、ウィルバート・オードリー、チャールズ・キングズレーなどの作家の生まれたところである。オースティンは父親がスティーブントン教区牧師であったハンプシャーで人生の大半を過ごし、作品はすべてハンプシャーで書き上げた。ハンプシャーはビジュアルアートとも関係があり、ジョン・エバレット・ミレーはハンプシャーっ子だと言い、都市と田舎は L.S. ローリーと J.M.W. ターナーの絵画の主題になっている。ハンプシャーは探検家、ローレンス・オーツ、俳優のコリン・ファースとマーティン・フリーマンが生まれたところでもある。ハンプシャーの水が割合安全なために、多くのヨットクラブと数軒の工場がソレントにあることで、ハンプシャーはイギリスで最も船の往来の多い地域の人になることができた。クリケットはイングランド南東部で大いに発展し、1750年にハンブルドンで結成されたチームは、イングランドで初めてできたチームの一つである。ハンプシャークリケットチームはキョーシェーン・ウォーンを首相に第一級のチームに成長している。ハンプシャーには FA プレミアリーグのサウサンプトン FC とフットボールリーグ2のポーツマ FC というサッカークラブがあり、古くから激しく対立してきた。ハンプシャーの州下はプラントライフよるとである。サウサンプトンとイーストレイを結ぶ鉄道駅のあるサウサンプトン空港とワイト島やヨーロッパ大陸と結ぶイギリス海峡、ラマンシュ海峡を横断するフェリーがある。ロンドンからアウェーマスまでの南西本線は、ウィンチェスターとサウサンプトンを通り、ブリストルからポーツマスまでのウェセックス本線もハンプシャーを通っている。M3 自動車道はロンドンと結んでいる。ウィンチェスター近郊を走るトワイフォード早急の建設は、古代に人々の往来があった場所、ドンガス道と考古学上の著しい特徴がある場所を通ることが論争を呼び起こしている。M27 自動車道は、主な広域都市圏に向かうバイパス道と南部の海岸の村落を結ぶ道路になっている。他に、重要な道路として、A3、A31、A36 がある。ハンプシャーの自動車所有率は高く、イングランドとウェールズが自家用車のない割合が 26.8% なのに、対して 15.7% となっている。電車、通勤では 4.1% に対して 3.2%、バス 7.4% に対して 3.2% を利用する平均率は低いが、自転車 2.7% に対して 3.5%、自動車 55.3% に対して 63.5% は高くなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。